ミオちゃんの実家の、はい、戸籍、お父さん戸籍、お父さんちょっとさすがに呼べないんで、お父さん入ったら呼べよ、お父さん、お父さんって報告があります。まあ今日は重大発表ですよ、視聴者の皆さん。どうも、ね、どうもし、どうもし、12月に入って付き合ったの一番最初に、すぐだよ、最初にチューしたのそこ行った1年後ぐらいだよね。僕は気にしません。うちの前でよく言うね、お前強いね、お前どんな行列説明したの。10万違ったら引くかよ、なんか見たことないとか頼むもん。その職人1万8000円に入れてよとか、僕もあれで職人にも2万円ぐらい払う感じで、そんなに払っとんの。1号でいいじゃん。お前じゃあ呼んでこい。恥ずかしいっす、恥ずかしいっす、おやじっす、おやじっす、おはようございます。おはようございます。本日朝の5時半。おはようございます。本日朝の5時半です。これ何時の前ですか。あの、まあ、みおちゃんの実家の、はい、突撃、お父さん突撃、突撃って突撃になるんですね。いやいや、そうです、まあ、ある報告があって、はい、本日あの夕方、今6時半、はい、で、北山家に、はい、ね、だって義理のお父さんか、なんて呼んのか、お父さんのとこ呼んの。いや、お父さんちょっとさすがに呼べないんで、お父さん入ったら呼べよ、お父さん。いや、ちょっとお父さんって報告がありますって言って、はい、もう知ってるか。知ってますか。だけど今動画的にね、はい、視聴者の皆さんも喜ぶわ、お父さんっていう、はい、姿が、まあ、今日は重大発表ですよ、視聴者の皆さん、まあ、その重大発表と堀川翔が入ってすぐ人生初義理のお父さんに向かってお父さんって言うんです。なんか喋って、はい、途中で「お疲れ様です、こうこうこうでこうで」って言ってる時に「お父さん、お母さん」って言って普通に入れていこうか、はい、いける。そうですね、はい、どういう話でもいいけど、はい、途中に入れる自然な感じだぞ、ふざけた感じじゃないぞ。あ、わかりました。いける。はい、でそれでもお父さんでいても多分おじさん普通になんかスルーしそうですけどね。社長、名古屋も嬉しいでしょ、やっぱっていうか、はい、知ってみよう。お願いします。こんばんは。こんばんは。ただしの声じゃねこれ。どうもじゃ。お願いします。撮影中、撮影中。緊張してる。だから、なんで。どうもし、どうもし。パパ行って。子供自身な。パパ行って。出かれたい。おお、なんだろうね、もう。いいね、まあ、なんか話したことあるんじゃないの。そうですよ、報告が。報告が。はい。うん。いいですか。ちょっとオチが入らんな。俺に報告。画角が。俺に報告なの。まあ、わからん、俺のそれ何もわからん。別に俺ただのカメラマンだから。じゃあ乾杯のあれで。あ、乾杯のあれで挨拶で行く。はい、ちょっと見よう見よう。じゃあカメラ持ってくる。あとでも。いいですか。この度は。なんか結婚の挨拶で一緒だ。この度はあの。お前つまりたいけど。お前のためがそうだ。お前がオチに来たんだけど。まあ、あの報告なんですけど、まあ、直接言ってなかったんで。直接言ってないの？これ聞いてないの？いや、僕多分言ってないです。あ、そうなんだ。それすら知らん。あ、ミオから聞いてる。あ、そうです。うん。まあ、ちょっとあの第2子ができまして。え、めちゃくちゃ冷たい。いや、そこおーとかなるんじゃないの。だって、まあ、外で、外で、普通の、そ、この反応、あの、もう想像する通り。動画見ていただければ。まあ、続きある。はいはい。まあ、あの、そうです。性別は女の子。あ、もう決まったの。はい。ああ。知ったの、俺。もうちょいなんか幸せ。俺がお前を持ち上げてからだって言うとしよう。あ、足、危ない、怪我しんか、大丈夫、女の子は知っとる、頭打ったりしん、大丈夫、大丈夫、もう、いいよ。え、確定じゃないでしょ。確定、ほぼ確定。ほんといいね、男女でさ。まあ、あの、まあお父さん、お母さん、今後ともよろしくお願いします。あ、どういうこと。あや、あや、こうだけ。あ、お願いします。あ、お願いします。こちらこそ。お父さん、お母さん。あ、お父さん、お母さんって言ったの。それを言おうって言ったの。あ、お父さん、お母さんって言ったのか。初めて言いました。あ、本当。どう思わない。初めて言おう。そっかそっか。あやちゃん、嬉しくないの。お母さんとか言われると嬉しくない。お母さんでもたまにお母さんって言われるよね。あ、言う。
愛ちゃんのあります。お母さん、はい、パパのことは言わないけど、お父さんパパにしようか。もう一回言ってみよう。ちょっと顔取るか。ちょっともう一回言ってみて。俺多分普通にお父さんって言われてもパパって言うだけだと普段気づいてない。あ、なんて呼ばれてるか普段から興味ない。じゃあ乾杯お願いします。おめでとう。お母さん、お母さん、ありがとうございます。乾杯。さあ今日も始まろう。いいね。じゃあさっき言ったけどさ、僕は前向きまでは下と決まるの。いや多分まだこっち次はこっちが決めてっていう。ああ、どうする。いただきますし、どうする。え、ちょっと候補ある。何目だね。何何だ。いや、目標は何人か。お父さん、お母さん関係ないでしょ。目標、マジ2人目。いや、もう関係ないよ。いや、でも生まれたらまた噛もうね。でもなんか男男とかだったらもう一人頑張ろうって女の子ってなるかもしれんけど、男女ってきたからまあできたらいいけど別に作ろうと思うんじゃない。やばいと思う。女って言うが、デレデレだと思うよ。男もだいぶ好きだけどさ、一人しかいないけど、わからんけど言われるのは女の子めちゃくちゃ可愛いぞって言って、だってもうやばいと思う。多分そうだね。そうってんだ。じゃあパパは最初が女だから。ああ、男が可愛い。どちらが言ってそう思うけど、可愛さがまた違う。孫が可愛い。いただきます。いただきます。ソース何？ソース、ちょっと待ってください。ソース、普通のソース。全部醤油だ。全部醤油だ。すごいね。お刺身醤油、たまり醤油、お刺身醤油、たまり、お刺身、普通の醤油。大ちゃんすごいね。これはさ、たまにはさ、俺はじいちゃんとかさ、こっちが好きだっていう。こういう女、お前いいお母さんだよ。こういうな。俺普通の醤油が好きだ。旦那さんもいい旦那さんだわ。こちらは。いや、それは旦那が。そういうだからいいだから変貌しろ。でも違う、そんなに醤油出、ちょっと待ってください。そんな醤油出たことないから、ミオがいない間に。醤油。そうそう。最近多分新しくなってる。あ、なってる。そう、ミオたちの時はあんま。まあでもいいね、いや、めでたいことだもんね、生まれるね。急に話ぶっ込んでくるから、わかって。最短だからね、こいつ。え？だってうちの会社入ってまだ、賞味だね。まあ3年弱で、1年間産休育休でいないんで。え？こんなもんじゃない。入って何年も付き合った。入社、何月？12月。12月に入って付き合ったのは？一番最初に。すぐだろ。1月だよな。1ヶ月だろ。はい。で最初にチューしたのはそこ1年後ぐらいだよね。お父さん、お前ね、1回分かりとる。1回分かりとるね。1回分かりとる。それ何期間でスイーツだった。それ分かんないんじゃねえけど。8月は何が分かりとる。分かりとるのは6月とか。6月です。分かれて適当だもんね。じゃあストーリーやめてさ、この二人が分かれてつけたの。多分うわ、違うよ。だからいつもそうやってやれるけど全然違う。じゃあそれ一番最初だけ付き合ったのが、あの大阪出張の時だろ。じゃあそれ別に付き合ってないもん、その時。寄り戻し、寄り戻し、寄り戻し、俺が作って。あ、そうですね。ほらだよな、それなのにこいつなんかいつも書いてると、いや関係ないとか言って。あ、出張の時。そうそう、分かれて交流会の。でもあれがなかったらそのまま終わっとるんだよな。あ、そうです。ちゃんちゃんして終わってよ。そうだけど、そうだけど、なんかそれすぐじゃなかった気がする。結構あれ大事だったんですよ。本当。でも何言って、ゴーキング組さんがなんか話すきっかけはくれたかなって感じ。俺でランチャンして。違う違う、それは一緒におっても気まずかった。一番俺が。俺は置いといて。俺は前提で、俺は前提だけど、もうずっと別行動だったの、ミオと翔さん。気まずいし、ちょっと。まあそうだよな、だって行く時も全然喋らなかったから。そうで、真夏だよな、な6月ぐらいで。いや、でもそれってどうなんですか。そんだけで戻れた。勉強会行かないか。交流会、名刺交換会。あ、そうや、SNS 勉強会。この大阪、8月 ?9 月なのか。9月なのか。東京、名古屋でも決まってます。ぜひ SNS、今これね、講師陣、本当に SNS 今成功してる人が集まってました。すごい。求人。採用、求人だよね。はい。一緒か。あと、顧客とかね、お客さんを見てくれるし、メリットの話とか、どうやって成功させるかやってますんで、ぜひ探してください。はい。ちょっとあのでもヒストリーの話ちょっと言って戻ろう。戻る。ああ、面白いじゃないですか。もう一回バッて出てるけど。誰がビール？で1ヶ月で付き合う。
で、まあ5ヶ月ぐらいで別れる。5ヶ月付き合ったの？なんで別れる？あ、違う、3、4ヶ月、4ヶ月ぐらい。なんで別れる？なんで浮気したの？4ヶ月ぐらい。あそこは聞いたの？あ、聞いたの？まあ、ほらほら、落ちろ。ほら、ほら。でも知ってるんじゃない？ほら。動画見てるから知ってるでしょ？ほら。一緒最初に。あの、ほら。未来だぞ。ピー入るから。ピー入るから。どうだどうでもいいかって。それはそうだけど、だから俺忘れてた。まあぶっちぎり忘れた。だから別れました。言いたくなかったら言います。まあでも正直僕は気にしましたね。落ちる前でよく言うね、お前強いね、お前俺怖くて言えんもん。俺やったよ、別に俺のじゃねえんだよ、落ちる前。おい、こっち行ったんだね。ただのおじいちゃんだった。ただのおじいちゃん、ずっとなんかもうな、ごめん。それで別れまして、別れて戻ったわけだが、はい、それでは戻りたかった。逆にどれぐらい別れとったの？1ヶ月もう1ヶ月も私九州だから今渡すもん。1ヶ月お金取りました。まぁちょっと続けよう。もうやばい、話がどんどん脱線してくる。1ヶ月別れとって、何月に結婚した席は1月ないでしょ。1月です。役所出てるな。あれだったっけ？1月ってのはじゃあ最初に出会って12月、1月付き合った。あ、1年後か。1年後に付き合いしたんだ。そうですね。そんなに長いイメージないけどな、俺。確かにねえ、分かる。分かんない。だってあんま無関心なんです。すいませんけど、丸1年。そうです。ほんで、何月になるじゃん。7月13日7月後だ、引っ越してね。で2人目は女の子で、いつもらえるの？多分10月ですね。めっちゃ早いじゃん。いや、そんなことないです。あ、まだ強いね。まあ、親もんじゃないですけど。ビール？サビちゃん登場、何回か動画で出てるよね。ちょっと自己紹介しまおうか。最近あの自分でも動画出してる。あ、YouTube やってんの？まあ、一応。本当に。どういう集客もある。あ、マジで？ちょっとだけ。会社は何やってんの？今でもリフォームほとんどです。リフォーム会社さんで、まあちょっと自己紹介、ちょっとカメラも回って。え？あれどうでしょう？別にやってっすよ。なんでそんなことにやってるんだ？会社やれんだろ。気をつけ、気をつけ。気をつけ。もうちょっと酔っ払ってきたらやると思う。何だ、お兄ちゃん。何だ、なんで自己紹介。タラシさん先に。いや、これはもうしょっちゅうやってるんで。まあ、タラシ結構レギュラー化してるもんね。まあ最近出てないけど、まあね、まあじゃあ一回ちょっと手本見せて。はい、私初めまして。すごいですね。紹介に預かりました。すごいですね。友達だけど。大丈夫。なんかいろいろ楽しいことがあれば、またこれからも皆さんと頑張っていきたいと思ってます。まあカットだけどね。大体使ってもらえよ、それ。ペンギンもそうだな。まあ、シェア企業って結構そうだ。そうそうそう、フリー企業だけどね。うん、でも今ペンギンなんかもう崩れてるから。だけどさ、どんだけ俺らが説明しても100万で5万違ったら、まあうちの商品やっぱ YouTube 見たこういう商品しっかりする、まあ、ブランド力もある。でも10万違ったら引くかよ。うん、なんか見たことないとこ頼むもん。そんなかもしれん。ね、そうだよね。それ、よっぽどの友達で、いや、こうだよ、ああだよって、信用、まあ、俺の人間を知ってて、絶対にこうこうするよ、仕入れこうするよ、絶対こうだよって、もう俺は分かってるから。例えば、その、あの、ね、家族の、その、俺 YouTube とか、別に登録はしてないんだけど、見るじゃん。何で登録してないし、動画出んだ。全部モザイクだ、お前。こっちの方に知らせるよ、ずっとモザイク。だけど、やっぱ実際現場で言うとやっぱ分かることっていうのは、そこまでやっとんだっていうのは多分でかいと思うよ。うん、ただ単純に「はい、色つきました」っていうだと、もういくらでもあるから、でやっぱ違うことは絶対あるよね。一般の人ってそれが分かりにくいと思う。分からない、分からない、絶対分からない。職人に払う値段と人に払う値段絶対違うっていうのが分からない。分からない、ほっと決まらないよね。どんだけ説明しても
やっぱ5万円ぐらいだったら、100万単位で 5% ぐらいだったら、うん、なんとか引き返せるよ。やっぱいいことしっかりやる。だけどやっぱ安売り店みたいなわけわからんやつらがビーンってやってきて、でも現場管理で絶対必要だから、その金かかるじゃん、うん、でもなんか俺はさ、本当職人の仕事ってもっと深いところないですか、うん、もちろんそうですけど、やっぱり一手も二手もかけてますよね。そうそうそう、逃げるところを考えるとか、それってもう、技術ないとできないわけ、うん、いやで俺本当言われることあるのよ、さいやまあじゃあ塗装職人1万8000円に入れてよとか言って、うん、もう重要でいいやって一般の人にだよ、一般の人が1万8000円に入れろじゃあお前やれよ、んだろお前やれよって、いや偉いっすよって言って僕もあれで職人にもこれやっぱね2万円ぐらい払う話って、うん、そんなに払っとんの1号でいいじゃん、じゃあお前じゃあ呼んでくれって、そうそうそんなん言われたんだよ職人一応おらへんだわってほ、うんと1号の職人を見っけるじゃん、そうそう、じゃあそこ自分で頼んでその手間もやってやって、会社利益出してやろうかね。そうやって業界でさ、まあクロスやだろうがなんだろうがさ、おるじゃん。おる、ね、一番でもそうやってもう半分人間みたいなやつだし、うん、仕事も雑なし、ベッてやってるし、なんかそうだよね。一個でもよね。値段だけ下げて一兆クロスあってるやつなんか。あと単純なのが、例えば逆に自分が自分自身やる場合に。誰頼むかって言ったら、絶対安い職人頼むことにならないですよ。ならないね。よく分かる分かる分かる。例えるなら、飯屋例えるの。うんうん。ああ、でも高級料亭行くのか、割烹とか、うん、その料亭みたいなとこ行くのか、うんうん、チェーン店の料理、まあ、同じ料理人って。ただ建設業界ってさ、大手だよね。ね、スカイラークって安くて美味しいじゃん。うんうん、で、まあそれはそれなりの品質だけど、ただ建設業界ってさ、泥棒がいっぱいおるから。見えないですよね。クロスやってピーって回した、のりがベッタベタで1年2年でくちゃくちゃになるとか、塗装も1回売れなくなるわけ。でもそれってもうスカイラークの品質じゃねえからさ、うん、レベルが違うから、そのね、それこそ割烹と何でのレベルじゃないじゃん、うん、じゃあ俺らも究極スカイラークみたいなもんじゃん、いいもの一生懸命安く作ってね、そんな高くないわけじゃん、俺らもそうだもん、100万出したってやっぱ90万出したらやっぱ何言ってもそっち決まるんだよ、あ結果、うん、最初は本当に全然違う建設業の話でめっちゃ盛り上がるまず梅沢君の自己紹介、梅沢君から、あ僕の自己紹介あるかどうか分かんない、梅沢君の自己紹介、お嬢さんは尋ない、まあ、エホールっていう会社をこれロールだ、これマットル、これがもう何がどうあがいても勝野さんに勝てるところだと思うけど、うん、やっぱりどこまで行っても、うん、社員と社長、うん、もうちょっと髪切ってもう人事父親なので、もうちょっと髪切ってもうちょっと髪切ってごめんちゃん、ごめんちゃん、例えば、いや、翔くんも YouTube に対して考えてるのは動画で見てて感じるんですけど、うん、そう熱量がもう圧倒的に違うんです、おじゃあもうちょっと噛み切ってわかりやすく間違えちゃうんだよね、やっぱりそのもういいもういい、加藤さんってその YouTube でいかにこう数字作れるかとかが全部直結するじゃないですか、その今後の売り上げとか会社の経営に、でやっぱりそこが多分やっぱどこまで行ってもそれが言い方悪いですけどピンとこない、うん、それ動画見てて思う、思います、動画見てて見てて思います、うん、ちょっと味噌汁やる気がないなとか思わないですよ、翔くんなりのやる気はめっちゃ動画で感じるんですけど、うん、あ圧倒的視点が違うなっていうのはめっちゃ感じる、動画見てる、それはそうでしょ、それはすごい感じるの、本職は足場だよね、本職は足場だよね、味噌汁がめっちゃ高かったんですよ、いやだから僕は逆にそれが面白いって見てる、そんなこと言われる人もおるのね、なんか初なのに自分をいい風にしてたくてやってるよ、ああそういう人は分からんでもないからね、いいと思う、これ急にデカいや分からんでもないことはそれめちゃ嬉しそうじゃんでも、そのコメントでめっちゃ逆にちょっとないじゃん、ないじゃん、分かる、逆にその勝野さん自分を下げて動画盛り上げるみたいな場面めっちゃあったんじゃないですか、あ、感じちゃうよ、めっちゃめっちゃ感じてます、あなたいい人だわ分かってくる、あなためちゃくちゃいい人だめっちゃ思いますよ、それは勝野も知っとるでこう思うだけだって、あ、そうなんですね、やばい、視聴者の皆さん、まあ縁も竹縄ですが、まあ最後、まあ本日はもうこうやってね、いろんな経営者さん集まって
っぱ真剣に本当に悩んでやっぱ仕事やってんだなって。でまあ今日はただそのね、ミオの記念すべき娘が生まれる誕生日のご挨拶でございます。視聴者で皆さんで待ってるから。で最後2人で何かご挨拶、お父さんお母さんに言いたいこと。もう見てもらってるんで、ああ今もね、まあ暴れん坊だし、ああまあ、それを本当感謝してるのと、まあ、これからも、もう一人生まれて、ああ本当よろしくお願いしますっていう、まあ、ありがとうございますと、これからもよろしくお願いします。お前が入るんですか。なあ、お前が話すんだよ。落ち許さんって言わない、許さんの前だ。アーサー、アーサー答えてください、うん、はい。まあ、それ以外言うことないでしょ。まあ、じゃあ、視聴者に向かってちゃんと本当にしっかり締め。視聴者に向かって、やっぱ、まあ、だって子供は初発表だろ。はい、視聴者の皆さん、また1年間いませんけど、また帰ってきます。はい。また1年いないのか、お前。はい。いないです。そうか、いないですね。はい。ずっ。じゃあ最後締めてください。最後締めてもらう。もうすっぱりです。はい。また見て。僕もう1年間いないです。え、ずっといないです。ずっといないです。はい、締めました。今日も来たわけで、たらふく飯食いました。美味しかったです。こんな、でもね、羨ましいって本当に言われるよ。同級生なんでね、15、6からずっとね、もう俺はね、まあ、コラボで幼稚園の一緒でしょ。幼稚園の一緒でしょ。まあでも本当に楽しいです、はい、でまたミオ夫婦がね、分からないように守って応援してますよ。せーの、また見てね。あやちゃん、また見てね。あーじゃないじゃん。